私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。元乃木坂へ藤宮彩と七尾オーダー萩谷圭吾が熱愛、温泉デートが物議。舞台での共演をきっかけに交際に発展、一泊二日の旅行が明らかに。舞台関係者や他の共演者たちにもその関係を隠すことなく公にしています。渡辺さんは、親友でもある元乃木坂メンバーの伊藤澄奈さんにも、萩谷さんを恋人として紹介していました。と、舞台関係者が二人の馴れ初めを明かしています。週刊誌、週刊ふみはるのウェブファン、ふみはるオンラインが、元、乃木坂46の渡辺ミリ愛さん、渡辺ミリア22歳、と、元ジャニーズ JR で7人組グループ、七尾オーダーのメンバー萩谷圭吾さん、萩谷圭吾25歳の熱愛交際をスクープしています。渡辺ミリ愛さんと萩谷圭吾さんは6月上演の舞台、リトルファンダンゴで共演し、舞台稽古中から仲を深め、7月頭から交際をスタートさせたそうで、二人は温泉町を満喫後、観光名所の湯畑やパワースポットの光泉寺などを巡り、露天風呂が部屋に備え付けられている1泊9万円ほどする高級ホテルにチェックインしたとのことです。ふみはるオンラインは7月30日に、二人が東京都内のマンションに揃って出入りする姿をキャッチしており、その日は午前7時過ぎに車で外出し、群馬草津温泉へと向かったそうです。翌日には、ホテル近くの草津温泉スキー場でアトラクションを楽しみ、一泊二日の草津温泉デートを終えると、揃って渡辺ミリ愛さんの自宅マンションへ帰宅したといいます。ふみはるオンラインは、それぞれの所属事務所に事実関係の確認をしたものの、回答は得られなかったとしています。そして、渡辺ミリ愛さんと萩谷圭吾さんの熱愛報道に対してネット上では、乃木坂×ジャニーズはもう定番。また、スミナとグループ交際か。元ジャニーズと元乃木坂なんやから、好きにさせてやればいいのに。清宮と今度の映画で共演してるのここのリーダーじゃなかったか。今日発表のバスツアー当選報告してるオタ。ミリ愛は卒業前に撮られてるような人だし、オタも分かってて応援してるんじゃないのか。こいつといい、斎藤といい、結局乃木坂の活動をやってたのは、ジャニと付き合うためじゃんと思うと悲しくなるな。現役をそういう目で見たくはないけど、こういうことが続くとな。みんな舞台で出会いすぎだろう。まあじゃあそれ以外ならいいのかって感じだが、車校の合宿みたいなもんだな。卒業したオグオを自由でしかないが、相手は辞めたとはいえ元ジャニだし、また出会いは舞台だし、この後バスツアー計画してるしで、もうちょっとなんとかならんのかって感じだな。好きにすればいいけど、ファンクラブ作って元オタ相手に商売してるようなのは、そういうスキャンダル出さないようにするのが普通だけどな。若手女優だってある程度の年齢までは控えてるぞ。などの声が上がっています。渡辺ミリ愛さんは昨年8月に乃木坂46を卒業してアイドルを引退しましたが、今年3月から芸能事務所、アリゲーターに所属し、ファンクラブ、アリミーを開設し、ファンミーティングを開催したり、9月11、12日には1泊2日の北海道バスツアーを開催予定となっていて、その1ヶ月前に萩谷圭吾さんとの熱愛がスクープされたことで物議を醸しています。一方の萩谷圭吾さんもジャニーズ時代から多くの女性ファンを抱えているため、今回のデート報道に対しては脇が甘いとして怒りの声も多く上がっています。ふみはるオンラインによれば、二人は堂々とデートしていたほか、舞台関係者や共演者たちにも交際を隠していなかったとのことで、ファンにも交際がバレても全く問題ないと考えているのだろうと思いますが、それぞれファンを相手に様々なイベントなどをしているわけですし、ファンに配慮した行動をとってほしいとも思いますね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。